子供寝かしつけていると一緒に寝ちゃうんですよね。あれなんか不思議なんですけど。有吉さん入られます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一度お座り。さあどうも、中島です。あ、すいません、よろしくお願いしま す。とりあえず、はい、藤間さん入られます。お願いします。お願いします。おはようございます。お願いします。まあ座りましょうか、一回ちょっと椅子とじゃ僕芝居しないですから本当しててもおかしくないですよね。そうですか。で、あの紙をね、要するにこういうやつを、今よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、テスト、失礼いたします。はい、よーい、スタート。はい、では続けていきます。いいですよ。はい、本番、はい、よーい、スタート。お、マグル。そうそう、タバコじゃないやつ。それうちの店 OK なやつだけど、それに変えたんだ。何をやめとこ、余計だ俺も緊張するしセリフあると緊張するからなよし、なしです。あの、いいまで、あの、ノノロにも変えたんだよ。いいまで言ってください。はい、もう一回じゃあ実験いきましょう。はい、次に言ってる内容はボトル、いや、安いところだ、意味ないんだけど10分の2分です変えました。もう世間の評判を確かめてみますね。ところあるよね。まあ俺も変えたんだけどね。スタート。お、マイブルー。そうそう、タバコじゃないやつ。それうちの店 OK のやつだけど、それに変えたんだ。何よそれに変えたんだ。いや、何まあ俺も変えたんだけどね。そんなにですか。まあなんかでもやっぱりだんだん若い後輩が増えてきて、なんか反省会っていうか、よく集まってたんですけど、そう、まあ、いやーどう娘でもできないと本当に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 できないとどうしようもない。復讐さんぶざくなりました。全然なかったな。ひどいな。まあ俺も変えたんだけどね。カッ、カット、カッチします。 CM は以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません。行きます。よく行きます。っていうかもう居酒屋しか行かないです。基本的には。まあ一人でも行きますけど、まあやっぱ後輩とかね、あの仕事終わりでみんな仲間で。そうですね。僕も居酒屋しか行かないぐらいですよ。全然つまんない答えになりますよ。枝豆とか枝豆ですね。とりあえずね、とりあえず欲しいですよね。はい、はい。いやいや、もうあの前、まあ、何回かお会いしたことあるから、もう一緒です。ずっともう、いや、優しいかっこいい方だなっていうだけです。もう僕なんか緊張しちゃいますよ、だから。いや、あの本当に時々あの、はい、番組お邪魔して、あの楽しくこうね、あの、はい、番組に出させていただいてるんですけども、今回もだからね、芝居やらないんですか。いや、恥ずかしいですよ。いやいや、芝居やっぱり本当にすごいなと思って、なんか今日は本当にちょっとこう圧倒されて、いや本当、本当なんですよ、これ本当なんですよ、これね、いやすごいなと思って、なんかずっと新鮮に楽しくやれたんで、これはすごい人だなと思って、改めてちょっと本当に今日はあのたくさん助けていただいたという、楽しかったです。
は、いや、なんかまあやめなきゃいけないなっていうのはずっとありましたけど、据える場所がないんですよ。結構テレビ局とかでも、あの空港だ駅だとか言っても、それでももうそれ喫煙場所探すだけの人生になっちゃうなと思ったんですよねほとんどその時間で、どこあります、喫煙所どこですか、 どれぐらい先にありますか、200メートル先です、でも行っちゃうんですよね。もうそれがもう嫌です。あの吸う場所がなくなったんで、あのもうやめました、僕はね。僕は辞めたのもう20年以上前で、別に全然吸う場所は全くあれだったんですけど、たまたま仲いい友達がみんな吸ってなかったんですよ、男で、珍しいんですけど。で遊びに行って、まあそいつも気にせず、あいよよ吸って吸ってって言って、あの吸ってたんですけど、なんかだんだんそれがちょっと申し訳なくなってきて、それでやめました。はい、やっぱりちょっと最初はちょっと苦しいですけどね。なんならもう今でもちょっとたまに吸いたい時ありますし。そうですね、やっぱり辛かったですね。3日間ぐらいは本当に他のこと考えられないかったです。それだけですよね、はいはい、すごく辛かった覚えがあります思いやりですか、周りの人に。いや、なんかもうどうですかね、静かに生きてますよ、とにかく周りの人に迷惑かけないとにかく静かに生きてますねやっぱりなんか僕なんかがやっぱり店でこう飲んでたら、ちょっとこうなんか一言言いたくなるだろうし、言いたくなる気持ちも分かるし、お笑い芸人に一言言いたくなる気持ちも、自分のこと思えば。だからやっぱりなるべく人目につかないように静かに生きてますねまあちゃんとあのいろんな、もう年齢も上がってきたので、いろいろこう気使ったり、その自分のことっていうよりはいろんなこう周りの人たちのためにこう生きていきたいなというふうには思ってますけど、はい、なんか結構それまでタクシーとか結構そう移動してたんですけど、すごい歩くようになりました。ちょっとスマホのゲーム始めてから毎日10キロぐらい歩いてます。ものすごい歩いてますね、はい、めっちゃめちゃ歩いてんですよ、はい、10キロです。じゃあ例えば、じゃあどこだろうな、六本木から銀座までだったら、じゃあちょっと歩こうとか、結構歩いてますね。仕事帰りここから家歩いてみようかなとか、結構歩くことが多くなりましたね。僕あのなんかいつの間にか結構早めに、もう10時とか11時に寝て6時ぐらいに起きてっていう風になんとなく変わってきて、あのだからこう夜やってたことを朝にするっていう風になり始めてますね。子供寝かしつけてると一緒に寝ちゃうんですよね。あれなんか不思議なんですけど、若い人たちが、僕らの世界だと若いお笑いの人たちがいっぱいこう出てきたから、ちょっとあれかもしれないですね。僕らがおじさんの仕事するように意識してるかもしれないですねワイドショーのコメンテーターやろうかなとかちょっと、まあ、子供番組を、まあ、見るようになって、子供たちが見る番組に出たいです、うんうん、そうですよね、そうなりますよね、はい、絶対ね、はい、僕はでもやっぱりヒチハイクじゃないですかね。ヒチハイクしたんですよ、もう20年ぐらい前に、そのなんかちょっとそれじゃないですかね。それでまあ浮き沈みいろいろあるきっかけになるんですけど、まあ そこじゃないですかね。僕はまあ北野武監督のドールズに抜擢していただいたのがまあ大きかったですね、はい。それまでは本当にまあお仕事はいただいてましたけども、一気にそこでまあ変わったと思います。はい、なんですかね、あんまり外で いっぱいお酒飲んであんまり迷惑かけないようにっていう意識は高くなったんで、その分家では記憶なくなるまで飲んでも OK ってことにしてますめちゃめちゃ飲むんですよ最近家で一人で、家だともういいですもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、もう家で次の日記憶ないっていうこと多くなりましたねおマイブルー、そうそう、タバコじゃないやつ、それうちの店 OK のやつだけど、おそれに変えたんだ。何よ昔からそういうところあるよね。ニコチンタールゼロ、香りを楽しむマイブルー。俺も変えたんだけどね